のスタジオでようこそお越しくださいました。ただいまから世界中で旋風を巻き起こしています大人気キャラクターミニオンの世界初登場となる世界最大のエリアミニオンパークのオープニングセレモニーを開催してまいります。 MC を担当します西川大輔です。よろしくお願いします。沖縄まで本当にたくさんの、ミニオンを愛する方々が来ていただきまして、皆さん改めてようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。もう準備バッチリですね、はい、最高の瞬間をみんなで迎えたいと思いますけれども、このオープニングセレモニーなんですが、なんとやること全てが奇想天外なミニオンたちがプロデュースしたということで、なんかこうはちゃめちゃなことが起こりそうな予感がしてドキドキしておりますけれども、そのセレモニーをさらにはちゃめちゃにするであろうスペシャルゲストが本日開幕宣言を行うために駆けつけてくれました。ではご紹介させていただきます。日本の文化を代表するエンターテイナー、ミニオンたちが大活躍する過去3作において怪盗グルーの声優を務めました落語家笑福亭鶴瓶さんです。それからもいろんなはちゃめちゃの要素がこれ散りばめられてるんで、いやこいつらもほんといたずら好きなんでね、いろんなとこしてると思います。はい、その辺もたっぷり皆さんには楽しんでもらいたいですね。はい、そしてそこかしこに思わず吹き出してしまう場所があるということで、ぜひ見つけていただきたいと思うんですが、このオープニングセレモニーもミニオンたちがプロデュースしたということなんですよ。そうなんですね。うまくいきそうですかね。いやいや、これはもう行かないとあきませんからね、皆さんに来ていただかないと。はい、もう何か起こりそうな予感がしますが、それも踏まえて楽しみたいと思います。はいはい、で鶴瓶さんが怪盗グルー役を務められました大注目のアトラクション、はい、ミニオンはちゃめちゃライド、この吹き替えも担当していただいたということなんですが、実際どうですか？いや、自分は吹き替えしたんでよくわかるんですけども、その映像の中をずっと先ほど、まあ、どんな感じかなと思って 3D をつけなくてもそれが楽しめるんで、これいかがかすごいですよ。まだ皆さん言ってないでしょ。まだなんですよ。でそれでね、ミニオン の, あの毛も毛穴も毛もみんなも鮮明に見えるというか、はちゃめちゃがたっぷりしたってことですよ。まあ、確かに立体的な色鮮やかな 5K という映像を使ったアトラクション、毛穴がありそうなんですよ。 5K な 4K の上を行くということで、だから今鶴瓶さんがおっしゃったようにメガネを使わなくても臨場感がたっぷりの映像ということなんですよ ね、今毛穴を触ってらっしゃいましたその辺もはっきり見えるということになりますが、はい、ミニオンの世界初登場となる世界最大のエリアで、ライドももちろんそうなんですけども、グッズもフードも街並みの全てが可愛くてユニークでたまらないミニオンパークなんですけども、その記念すべきオープンの瞬間に行きたいと思いますが、はい、ここで鶴瓶さんにリードしていただいて、ここにいる皆さんの声高らかに開幕宣言。分かってますね。いいですね。いいですね。世界最大のハチャメチャエリアミニオンパークと言います。この掛け声の後に皆さんオープンなんですけども、両手を高々と一回掲げてみてもらえますか。静かに掲げていただいてありがとうございます本番ではオープン
と言いながら皆さんに掲げていただきたいと思います。じゃあいよいよ待ちに待ったみんなが笑顔になるエリアが幕を開けます。皆さんスタンバイ OK ですか？鶴瓶さん、ミニオンたちも OK ですね。みんなで一つに行きましょう。それでは参ります。開幕宣言です。ライドで怪盗グルーの声優を務められました笑福亭鶴瓶さんでした。ありがとうございます。